ダンベル持ってる人も多いと思うんですけど、せいぜいね、自宅に置けるダンベルって10キロとか20キロとか、そのぐらいになってくると思います。その重さだとね、足の筋肥大を狙ったようなトレーニングってちょっとやりにくいんですけど、今日はね、それをちょっと工夫して片足ずつ鍛えるスクワットをやっていきたいと思います。まず肩幅に立ってもらって、そのままね、足を少し前後に開いていきます。片膝ついた時にね、どっちの、足の角度もね、90度ぐらいになってるぐらいをスタンスとしてね、広げていくといいでしょう。この状態で今20キロ ×20 で40キロのダンベル持ってます。ここから上にグッと上がっていきます。逆もやっていきます。今度は正面から両足90度に曲がるぐらいのスタンスを取ってもらって、そこからダンベル持ちます。で、顔は前を向いたままですね。こういう風にね、軽いダンベルでも片足ずつ鍛えることでね、効果的に足の筋肉を肥大させることができます。ぜひやってみてください。以上です。より効率的で短期間に鍛えたい人はこちらの厳選された有料動画を見てください。素晴らしい内容にしてます。